はい、どうも、千葉です。今回はですね、イラストレーターの整列ですね。これです。これの等間隔に分布っていう機能をご紹介したいと思います。まずですね、ウィンドウを整列をクリックすると出てくるのがこの整列ウィンドウです。整列ウィンドウのここですね。クリックするとオプションを表示というメニューがあるので、これをクリックするとここに隠れていたメニューが出てきます。ここに等間隔に分布が表示されます。で、これがめちゃくちゃ重要な機能なので、必ずここでオプションを表示するにしてください。一回これ表示させてしまえば、次からイラストレーターを起動する都度自動でここがちゃんと表示される状態になります。まずですね、この鳩のイラストを作ったんですけれども、これですね、例えばこんな感じで鳩、同じ大きさの鳩を並べたとしてですね、でこう選んで、でここで等間隔に分布をクリックします。同じ間隔で並びます。ちょっと分かりづらいですね。ちょっと減らしてもう一回やります。並べて等間隔するとですね、これ何が等間隔かというとですね、ここの隙間があるんですけど、ここですね、ここが同じ間隔になります。これが等間隔に分布っていう意味です。サイズが一緒のオブジェクトの場合は、この水平方向中央に分布を押した場合でも、等間隔に分布を押した場合でも結果は同じです。なぜかというと、中心軸オブジェクトの幅ですねが同じである場合は、これをやった場合もこれやった場合も同じ感覚になるからです。ちょっと分かりづらいと思うんで、ここにバラバラな大きさの鳩を用意しました。で、ちょっとわざとこうやってばらかして、これちょっとやってみます。等間隔に分布を押します。で、今度これ水平方向中央に分布を押します。ちょっとさっきと違って結果が異なりますよね。これ等間隔で、こちらがこれですね、水平方向中央に分布。これ何が違うのかっていうと、この中心ですね、この鳩のオブジェクトの中心を軸にして並べたのがこちらですね。で、もう一方のこの等間隔に並べたっていうのは、この鳩のサイズですね、サイズがバラバラに異なるんですけども、ここの隙間ですね、ここの隙間は全く同じ間隔で作られているということです。こうやってちょっと見ると分かりやすいんですけど、隙間が同じになるんですね。この等間隔に分布かこっちかみたいな、これでやった時に、あれなんでばらけるだろうみたいに思うんですよね。やっぱりね、ここのオブジェクト同士の間隔がやっぱりこう等間隔であるといい感じに見えますよね。で、それぞれ使い分けるということができるようになります。さらにちょっと分かりやすくですね、もう一つイラストを用意して解説いたします。こちらですね、これが中心軸ですね。この赤い線、このオブジェクトの中心軸です。これこの女の子の中心軸です。これ男の子の中心軸ということになります。で、この下の方にある線幅は、このオブジェクト、この男の子のオブジェクトが持つ横幅です。このオブジェクト、この女の子のオブジェクトの横幅ですね。で、これをですね、ちょっとわざとばらかしてですね。で、こうやってちょっと選んで、こちらで、水平方向中央に分布をクリックします。すると、これですね、この中心軸が均等になります。測ってみましょう。こうですね、はい、このように、均一な幅で並ぶんですけれども、それに対してですね、この下の方の、ここの隙間はどうかと言いますと、このオブジェクトですね、この男の子と女の子の横幅が異なりますので、こうやってこうここにこうやって隙間をこんな感じでズレが出ますね。同じ間隔のところもあるけど、そうじゃない間隔のところも出てきます。ここはちょっとずれてますね。他は揃ってますね。
まあ、ちょっとこんな感じでなるんですけど、これをですね選んで、これ等間隔に分布をクリックすると、ここの間隔がオブジェクトサイズに合わせて統一されます。サイズを測っていきましょう。ここのですね上の方の中心オブジェクトの中心軸の幅はバラバラになるんですけども、オブジェクト間の隙間ですね、これが、同じになります。全く同じ幅になると、これが等間隔に分布になります。これがですねそのこのこれとこれの違いで、これ横方向はこれですよね。これとこれ全く同じです。方向が違うだけで、でこの違いを理解して使い分ければこうやった時にあれなんかバラバラじゃんみたいな、そうじゃなくてこっちでやればあちゃんと等間隔に並んでるみたいに、オブジェクトを自由自在に制御できるようになります。でまあ理屈で言うとこういう違い、どこを軸にして並んでるのかっていう違いが、あると、オブジェクトの幅かそれともオブジェクトの中心かどっちを軸にしているのかで異なってくるということです。この違いを理解すると整列の機能を、より理解してですね応用して活用していけると思いますので、ぜひやってみてください。